し投げ三種枠です。まだ帰ってなかった。エミアおはよう。おはようございます。お、早速神ギフト10連ありがとうございます。みんな朝からありがとう。昨日はちゃんと寝れましたか？私はなんかもうびっくりするぐらい眠りにつけなくて怖かった。目つぶって寝れない寝れない寝れないってなってた。おはようございます。二度寝チャレンジ成功しました。私も二度寝、捨て星の時間ですよって朝ツイートしてから絶対に二度寝できたと思ったんだけど、わ、二度寝したなと思って時計見たら5分しか経ってなかった。でも二度寝めっちゃちゃんとした気したんだよね。ピーテロップ出そう。入らなかった。うん、2回失敗したー。で、オッケーをした瞬間に失敗する時が一番地味にショック。で、オッケー。おはよう、みんなたくさん朝からありがとうございます。かわいいギフトありがとうございます。10連してる。寝ぼけで捨てぼけしたかわかんない。そういう時もある。すごい、私カツラの扱い、ウィッグの扱い慣れてなすぎてさ、ペットボトルにウィッグを乗せてるんだけど、それが今目の前にあって怖い。でもこの子めっちゃキューティクルでさ、すっごいサラサラなんですよね。私よりキューティクルある。え、どうすればいいの？手入れの仕方とかあるのか、伸びるのかな、この髪。おはようございます。なんか30分間の8時までです。ハート10連ありがとうございます。昨日一日は3位を追ってる形になったんですけど、今日は昨日よりは3位までの差が縮まってるので、絶対にいけると信じて折り返し地点ですので、気を抜かずに頑張ってくださると嬉しいです。昨日の NGT48 ラーメンバー見てくださりましたか？多分きっとみんな寝てたよね。TVerさんでも県外の人でも、もう朝からね公開されるんで TVer さん見れるので、ぜひよろしくお願いします。大抵では7時55分前に行って、あ、そうだ、25分枠に
ってたんだ、ありがとう教えてくれて。ちょっと今これ書いちゃおうかな。ティッシュ、部屋がねめちゃくちゃ散らかってるんです。散らかってるです。散らかってるとです。ティッシュで消えるんだよね。消しゴム買わなかったのか。あ、昨日寝れなかった理由一つあって、目と鼻と喉が痒くて、昨日一昨日もそうだったんですけど、なんでだろうって思って、夜寝る前になると痒くなるんですよ。なんでだろうって思って考えたんだけど、ハンドクリームの匂いで痒くなってるなって思って、顔の近くから手を遠ざけてみたんですよ。布団かぶったりして手を遠くにやってみたんです、顔から。そしたら痒み収まって、これだって思ったけど、でもハンドクリーム無添加なんですよね。無添加無香料なんですよね。それで痒くなっちゃう、私の鼻敏感すぎる。肌は痒くならないんだけどね、花粉症の時の痒みみたいな。ファイト、中低低10年ありがとうございます。旦那のお弁当よかった、お疲れ様。朝から朝早くから偉い。朝スッキリ起きれた、キラキラありがとう。りなちゃん久しぶりにショールーム見たけど随分綺麗になったね。えありがとうございます。でもめちゃくちゃすっぴんだからすごい申し訳ない。こんな感じで洗濯機の音聞こえる。朝一で洗濯機回しました。今日は絶対に配信終わった後少し二度寝をする。から終わってすぐ洗濯をして寝ます。ちょっとだけ。みんなはきっとお仕事とか予定あると思うんですけど、皆さんも休めるときに休んでください。巻きすぎた。寝ます。充電ありがとう。2週間にお仕事行ってきます。いってらっしゃい。トートイありがとう。テーテーありがとう。アイロンキーちょっと一枠目だけにしとこう。全部入りきらないから、下の組からまた書き直す。25分枠でした、忘れないようにって書いとく。間違えました、25分枠ってだけで55分まででした。時空超えてた、巻き戻ってた。やばい、サイレント昨日じゃん、見なきゃ録画。でも今日は見れないな。一日にも今めっちゃティッシュ無駄遣いしてる。
朝から夜までレイちゃんに会える幸せ習慣添えてくれてありがとうございます。キラキラありがとうございます。遊びに来たよ朝から、ありがとう。朝ごはんどうしよう、めっちゃお腹空いてるけど、それよりも寝たい。トマト、カットトマト缶がさ、パックのやつまだ使い切ってないから使わなきゃ。トマトスープ作ろうかな。具材がないけど、卵じゃない、玉ねぎしかない。今日ぐらいに使っちゃわなきゃだよね。そしてまた鼻が痒くなってきた。そう、この成分を見ようとしたの、鼻が痒くなる。でも今日も朝ね、エアコンつけたら鼻痒くて、二度寝した時また布団かぶったら治るんですよ。でもエアコンはホコリかなとか思ったけど、でもエアコンつけてても別に痒くならない時もあるし、多分鼻に少しでも刺激があるとすぐ痒くなっちゃうんですよね、敏感で。無添加無香料でさ痒くなっちゃうのかわいそうすぎる。これなんですけど、全然絶対に匂い大丈夫だろうみたいなやつですよこれ。ちゃん、クマタワーありがとうございます。すごい白飛びするすごい天使が、ま、降臨みたいな、白くなる。クマタワー10連ありがとうございます。朝からから敏感なんです。今って花粉ないですよね。だってタワーが立ったわ、懐かしい。アイニャ、アイニャとの約束、去年のビスの時に私がタワー立ったら、タワーが立ったわって絶対に言うみたいな、謎のお決まりの約束みたいな。周りに花粉やばいって言ってる子3人ぐらいいる。花粉もあるのかな。だとしたら洋服、なんかの洋服とかについてるとか、部屋の中にある何か。うん、目鼻喉でさ、ひどい時口の周り痒くなるんだけどさ、口の周りも痒い。寒暖差ありますね、寒暖差アレルギー。ちょっとお腹空いてきた、白湯飲んでたら。白湯まで近づいてってる、ありがとう。みんなさん、みんなさん、55分までです。昨日ね、100均でね、これ買ったんですけどなんで小学生かなって思うかもしれないんですけど、私メイク道具すぐ楽屋でなくなるから、自分のメイク道具に目印つけようって思って、本当に楽屋でよくなくなるんですよ、メイク道具。でもその辺に置いちゃうんだと思う、無意識。だからこういうリップとか
モンスターリップなんてさ、もうみんな持ってるからさ。でももっとさ、いいシールなかったかなって。100均の中でもいいシールね、あんまりなかった。だからもうレニアってことで猫でいいやと思って、ロフトとか行けばよかった。こんな感じで目印つけようって思って、落ちてたらレイナのだってわかるでしょ。ずっとやろうやろう思ってきてなかったんだよね。でも全部の化粧品がなんかチャッチくなるやばい、もう終わったわ。ドライでね、モフモフ系のものを選択してたんですけど、もう終わった。でもなくすの基本リップなんだよね。これはまろ、ぜひやってみて。じゃん、どんどんダサくなる。リップもさ、見分けつかないからさ、見分けつけるためにもいい気がする。オレンジのリップも今すでになんかどっか行ったし、でも多分どっかにある。受験で最新が待ってください。ありがとうございます。かゆい。うちの近所の百均が閉店してしまいました。金の閉店って地味にショックだよね。っていうか最近閉店するお店多くて不便。チークにも貼っちゃうよ。あ、もうめっちゃ斜めっちゃったけど、いいや。いや、やっぱ良くない。え、でもなんか剥がしたら粘着なくなりそうだから、いいや。はい、オレンジ14番どこ行ったんだろうって思った。昨日塗って出かけたんだけどさ、塗って置いて多分外出たんだけど、あれ家の中にあるはず。7番4種類持ってる。けんさん、ありがとうございます。応援売る加入したのにお仕事行ってきます。行ってらっしゃい。ミートソース佐藤さんも閉店してしまった。それも分かる、ショックだった。結局2回ぐらいしか行けてない。でも鼻がかゆすぎる。え、でも本当にこうやってやるだけで一瞬でかゆみ収まるの、喉と鼻の。やっぱハウスダストかな。不思議。でもね、これが1時間後になったら別に何も痒くなくなったりするんだよね。でもなんかの匂いに反応してる。
終電ありがとう。口のあれは痒くなる、外した瞬間痒いんだけど。今よく鼻に服をしてる。嘘でしょ、意外な共通点。別に全然嬉しくない共通点見つけた。や、人のペンライト充電ありがとうございます。あれぐらい買うか、なんかわかんないけど今年の花粉の時期かたくなに薬なくなっても買い足そうとしなかったんだよね4年前の花粉の薬とかならなんかいっぱいあるんだけど、その薬ってさ効かないよね。使用期限あるのかな。だとしたらもう飲めないなって思って、捨てるかどうかずっと迷ってる。4年前ぐらいの花粉の薬、あと3分。おはよう、今来てくれた方もありがとうございます。あとちょっとで終わっちゃうんですけど、少しでも星投げしてくれたら嬉しいです。今来た人もレインボースター10連ありがとう。レインボースターってどれぐらい溜まってるもんなんだろう。ありがとう、ありがとう、たくさんありがとうございます。今日はお昼の枠もあるので夜はまた18時からになるんですけど、昼夜と3週枠ってなってますので、よかったら遊びに来てください。守りたい、この笑顔ありがとう心が温かくなる、この守りたいこの笑顔っていう文言、昨日から文言か文言か分かってないんだよね、言葉の意味使い方。シジュウカラさん、守りたいこの笑顔掛け軸タワーありがとうございます。星集めておきますね、ありがとう。11時50分からですので、11時5分の捨て星となりますので、よろしくお願いします。開始間に合った、ありがとう。25分だとね、朝忙しかったりして割と急ぎ目になっちゃうかもしれないけど、昼も25分なのでちょっとだけ頑張ってください。右手を動かして、起きるか心配だけど参照できてよかった、ありがとう。あと1分。あ、タコ10連ありがとうございます。やっぱお腹空いてるの食べてから寝ようかな。でも寝るなら食べない方がいいよね。スクショします。はい、チーズ。すごい、昨日あんな格好してたのに普通の人に戻っちゃった。ありがとうございました。朝からみんなありがとう。最後まで星投げカウントコメントありがとうございます。ギフトもたくさん、朝も朝からありがとうございました。長い巻きすぎてる。ギリギリ3週ありがとう、お疲れ様。また後でね、バイバーイ。